はい、今回もですね、誰やねんと、最近のカードですね。知らんな。ユルゲン・ロカディア。ユルゲン・ロカディア、知らんな。フォワード、オフェンス16、テクニック14、パワー17、センターフォワード系ですかね。至近距離パワー型、じゃあ、ウィングか。185センチ、でかっ。でかっ。ウィングでもないんか、ようわからへんな。スピード16も普通やな。なんやろ、全然効かんな、このやつ。どこにいるんでしょうか。現在は、うわぁ、中国やって、やっぱ落ちたな。現在29歳。生まれも育ちも、オランダですけども、国籍は、ルーツのあるキュラソーを選んでると。だからキュラソー代表やねんな。2試合で1点。ああ、最近デビューしたばっかっすね。ああ、なるほど、国籍変更したと。なるほどね。193センチ。キュラソーの大砲じゃん。ああ、中国では24試合で7得点、点取ってるんですね。このチームは ACL 出てないのかな？出てないっぽいチームですね。出てたらね、対戦経験あるんですけど。これでも、年齢から言ったらまた使えるのは J リーグ来た方が良くない？ J リーグ来いよ、マジで。どっか取れよ。ガンバ大阪とか取れよ。あの前、誰だっけチュニジアのわけのわからないやつ。あんないらんやろ、絶対。ガンバ大阪、明らかに外国人迷走してるよね。このコストがやいいじゃん、こいつ。やばいよね。イルゲン・ロカディア。絶対こいつがいいわ。ガンバフロントが無能やからな。はい、この人はですね、もともとは、PSV のユースと、で、PSV に上がりの、PSV 長いな、5年間ぐらいいるね。まだステップアップできなかったのかな。で、プレミアのブライトン行って、速攻出されの、2年か。で、ホッフェンハイム。で、メジャーリーグサッカー、早々にアメリカ行ってんの、シンシナティ。で、ボーフム。で、なぜかイラン。ペルセポリス、やば。なぜイランに行ったの？意味不明だよね。で、中国に来てると。もう完全にもう悟ったんでしょうね。ヨーロッパじゃ無理だと。こんだけのフィジカルがあってもヨーロッパではなかなか厳しいんですね。はい。てな感じで。どう？マジで俺 J リーグ来てほしいんやけど。